るってことやんなってやってしまいました。鶏も好き。いや、美味しそう。うん、見える。彩り大事。美味しそう。いただきます。赤です。神戸の、神戸じゃなかったぞ、今間違えたぞ。京都の2日目が終わりました。超過が中に入っちゃった。やすはちゃんが後ろでずっと動画を撮ってくれてるんですけど、おうおう、今からやすはちゃんと、ご飯に行きます。おでん、京都おでん、京おでんっていうのかな、京おでんを食べに行きます。楽しみです。じゃじゃん、リュック族。食が大好きな私たちは大興奮しております、京都に。でも本当に良さそうだね、あそこね。ケルプさんでしたっけ、ケルプに行こうと思います。京都っぽい。はんなりはんなり。あ、やすさちゃんとお酒飲むっけ。飲めます。あ、いいね。ただ多分明日ある日はあまり飲まない、うん、この筋だ、この筋です。ここにある？あ、おお、あるある。そこかな？あ、もう一個向こうですね。ここもでも良さそうですね。ここ？あ、おお、めっちゃ良さそう。
自分手で飲めばいい。それ美味しい。おしゃれな、おしゃれなやつ。お疲れ様です。いや、なんたらとなんたらのお出汁だけは聞けた。美味しそう。食べます。四五できです。びっくりした、後ろ姿。今からモーニング食べるんですけど、ご覧の通り大行列。すごい、なんか全員は入れなさそうなぐらいの、ぎゅうぎゅうでいきましょう。モーニングにオープンに並んだことないわ。あ、すごい。あ、いけるか。何も言われないけど、せめても中で待たせてください。本当に、なんかスマートっていう喫茶店に来ました。お、禁煙だ。すごい静か、すごい静かです。はい、大丈夫です。あ、はい、ありがとうございます。あ、全然あれです。全然ちょうどいいです。美味しそう。グリとグラのホットケーキみたい。懐かしい。一番好きな絵本でした。美味しそう。焼きたて必死に撮っております。食べることよりも必死に取ってみる。え、そうだよね。このなんかシロップ。おうおうおう。え、痛かったよね、どうせ。ね、なんかみんな痛い痛いって言うけど、その痛みって体感したことないから、わかんない、うん、未知の領域ですよね、うん、奥の方なんだけど、うんうん、前、奥から2番目とか抜けて、うんうん、虫歯とかがその歯にあったから、じゃあもう抜いちゃいます。ここの、美味しそうなパン屋さんを発見しました。パン屋さんで九条ネギのパンを買ってみました。京都らしいメニューばっかりでした。めっちゃ美味しそう。ちょっとこれを朝ごはんにいただきたいと思います。てしまいました。気づいたら終点新大阪ってアナウンス聞こえて、え、新大阪、え、反対ってなって、反対の電車に乗ってた。生まれて初めてなんですけど逆方向行っちゃったの。いやー、しんどい。新大阪に来ています。見慣れた光景です。何年もこの出張スタイルしてますが、
反対の方向に進んでったの、なんか初めてなんですけど。ということで新幹線で乗りたいと思います。2時間半自由席ほぼ立ちっぱで行きたいと思います。